ビエルジュのサインダニエル・ビエルジュは、フランスの画家、セーズコー、イラストレーター。スペインに生まれ、パリで活躍した。30歳の時に、病で、右半身不随となるが、左手でも多くの作品を残し、レ・ミゼラブル、ドン・キホーテなどの小説の差し絵も描いた。ダニエル・ビエルジュは、セーズコーの父親、ビゼンテ・ウラビエタと、フランス生まれの母親、 フアナ・ビエルジュ・デ・ラ・ベガの間にマドリードで生まれた。弟のサムエル・ウラビエタモの地にが赤となった。彼は1864年から王立さん、フェルナンド美術アカデミーで学び、フェデリコ・デ・マドラーソに支持した。1869年頃に家族と共にパリへ移住し、不屈戦争が始まると家族はスペインに戻った。彼は1870年に雑誌、 ルモンド・イルストレで働き始め、1870年9月17日号に、初めて彼のイラストが掲載された。彼は、自分の作品にセカンドネームのビエルジュと署名した。これは、フランス人にとって覚えやすい名前であるだけでなく、共に画家として活動していた父親と区別するためでも、あった。彼は、版画家のエドモン・モランの作品から影響を受け、1871年、 パリコミューンにおいては、ギュスターブ・フルーランスやロワール・リゴーなどの革命指導者も描いた。パリコミューンの後、版画家のアメでオドナールと組んで、第3次カルリスタ戦争のイラストを数多く描いた。また、彼は自分の作品のみならず、父親やリュック・オリビエ・メルソンなどの各国に派遣されていたイラストレーターから送られたスケッチの半下も手掛けた。 1871年から1878年にかけては、彼の最も著名とされるいくつかの作品が生み出された。スペインのクリスマス、トラファルガー広場での共和党集会、アンダルシアでの列車への攻撃、パレルモでのサンタロサリアの共演、エルエスコリアル図書館の日、シチリア島の盗賊、コンスタンチノープルの夜のパーティー、スペイン内戦のエピソード、王子の戦い、 ーチ茶大聖堂でのアルフォンソ十二世王と、メルセデス王女の結婚式などがそれである。1879年には、ルモンド・イルストレを離れ、新しい雑誌、ラビ・モデルヌの創刊に携わった。1880年に彼は、画家のマルティン・リコと共にガリシアとカスティーリを旅し、同地の風景を描いた。秒後の右手による、ドローイングところが、 1882年2月14日に脳卒中を発症。右半身に肩麻痺が起こり、会話や記憶にも影響を受けたが、妻のクララの献身的な看護を受けて、部分的に回復し、左手で描くことを学びながら、仕事を再開した。以後、本の挿絵でも活躍し、彼の写真版画の技法を用いた、フランシスコ・デ・ケベードの小説、詐欺師。 ドンパブロスの生涯の挿絵は脚光を浴びた。ビクトル・融合のレ・ミゼラブルやセルバンテスのドン・キホーテの挿絵も著名で、後者については1893年に画家のカルロス・バスケスと共にラ・マンチャを旅し、アルガマシー・ジャでアルバやアルカサル・デ・サン・フアン、カンポ・デ・クリプターナで作成したスケッチをもとに様々な版の挿絵を描いた。 しかし、ビエルジュの挿絵で最も重要な作品は、ジュール・ミシュレのフランス史」とされる。これは全26巻構成で、ビエルジュのドローイングが約1000点含まれている。1889年9月29日、彼はパリ万国博覧会で初のメダルを獲得した。1898年、ビエルジュのドン・キホーテはパリのアール・ヌーボー・ギャラリーに出品された。 同年、ビエルジュは、木版画を商用する雑誌、イマージュに寄稿し、1900年のパリ、万国博覧会ではグランプリを受賞した。1904年4月2日、彼の母親が、パリのグーテンベルク通りにあるアパルトマンで死去。約1ヶ月後の5月10日、ビエルジュは、ブローニュイコールビアンクールで死去し、モンパルナス墓地に埋葬された。ありがとうございます。